どうもマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回なんですけども、マンションマニアが購入してきたマンションの平均値というのをですね、共有をさせていただきます。まあ、お前が買ったマンションの平均値出されても役に立たないと言われると、まあおっしゃる通りなんですけども、まあ妻へ求めるもので、予算感、家族構成等々も異なってきますので、ただ今回お伝えしたいこととしてはですね、優先順位を決めてそれに合わせて何かを諦めることで良い買い物がしやすくなると。で、こういったお話っていうのはこれまでもですね、多々してきているんですけども、まあ、今回はマンションマニア、私自身の買ってきたマンションの平均値を出しつつですね、それに基づいてお話できればと思います。でいつもお伝えしているところではあるんですけども、購入時点ではもう70点、80点でも良いと。なので住んでから100点を超えればいいんですと。で、最悪なパターンって何かっていうと、70点、80点で購入して住んだ後に50点になってしまうっていう感じですよね。せめて70点、80点のままならいいんですけども、住んだ後にあれ違ったなーっていう風な感じで、さらに点数が下がっていくことは一番良くないことなので、でそれを防ぐためにはっていうところで、優先順位高い部分は諦めずに叶えてくださいっていうところです。優先順位高い部分を叶えてあげることで、その100点満点中残りの20点30点をこうカバーしてくれて、結果として100点に近づく、もしくは超えることができるのではないかなと。で、私が実需としてですね、購入してきたマンション、新築マンションとですね、築浅の中古マンションになるんですけども、そちらの平均値なんですが、対象物件としては、投資用で買った物件を除くですね、8物件になります。で、2005年の20歳の時から、2年前に購入した2020年ですね、35歳の時ですね。そちらの8物件の平均値です。そちら画面の方にですね、今出させていただきますけども、物件価格としては約4600万円です。これは1馬力になります。私が一人でローンを組んでいると。で、占有面積は約70平米、で駅距離に関しては約徒歩10分、で倉庫数は600個超で、平均の通勤時間は約70分。この平均通勤時間というのは独立前に購入したマンションのみで計算しております。自宅と会社のドアトゥードアの片道の時間です。で、購入の前段階で中長期的に住めそうで、購入後は手放したくないと思える、まあ、だけどもいつでも売れるっていう物件を買ってきています。結果としては長くて5年ぐらいしか住んでいないんですけども、買う時点では長く住めそうなもの、手放したくないと思えるようなものを買ってきております。そしてさらに資産性も求めると。で、私の前職は鉄道会社だったんですけども、鉄道会社ですので、もう平均年収ってこうググっていただければバッと出てきますけども、まあ、見ていただいての通りで、安くもなく高くもない、まあ世間一般的な収入ですね。安定はしておりますけども、めちゃくちゃ高いですかって言われるとそうではなくて、安いですかって言われると安くもないといった水準かと思うんですけども、1馬力で物件価格が約4600万円ってなれば、そうそうそのくらいっていう視聴者様も多いんじゃないかなと思います。ただ最近はペアローンが多いですので、 1.5 倍すれば約7000円ですね。なんで、まあ数年前までよく言われてた7000万円の壁で、2倍すれば9000万ぐらいになりますので、まあこう高価格帯のマンションが売れている理由もわかるなと。物件価格もこう上昇傾向なので、まあ本当は1馬力で支払える予算に抑えたいけども、それでは希望のマンションが買えないのでペアローンにすると、まあ、もちろん共働きが多いので、女性がいやいやペアローンにするっていう感じではなくて、好んでっていう、私も力合わせるので、2つの力を、3つの力を
一つに合わせの二つバージョンですね。まあ、1馬力だったら4600ぐらいって結構あるあるだと思うんで、最近は1馬力でというよりかペアローンなので、その価格帯より7000だったり9000とかでも平気で売れてますよっていうところです。で、私が購入検討する際の優先順位なんですけども、譲れない部分は、部屋の広さ、資産性、あとゆとりある支払いですね。もちろん、好みの間取りとか、あとは設備仕様だったり、駐車場問題とか、外観デザインとか、その細かいこだわりってのはもちろんあるんですけども、大きく分けると、部屋の広さ、資産性、ゆとりある支払いっていう、この3つはもうマストにしてます。まあ、1回目の購入は20歳の時で、社会人2年目なので、ゆとりある支払いってまだいかなかったですけども、当時はもうですね、車持っていたので、その分は差し引いて考えていました。で、はっきり言えば予算高くないですね。1馬力ですし、別に安い給料ではないにしても、高い給料ではないっていうところで、まあ特別予算高くないくせに部屋の広さを求めてるんですね。これまで買ってきた平均が70平米っていうところで、予算高くないのに部屋の広さを求める。じゃあどうすればいいのかっていうところで諦める部分が、駅距離と通勤時間です。なので、駅距離の平均は徒歩10分になってますし、もういわゆる駅近ではないと。で、駅近を選んだこともあるんですけども、その際は逆に勤務場所から離れるので、結局通勤時間は伸びると。なので、平均の通勤時間がドアトゥドアで70分って、これ結構長い方だと思いますね。なので70平米を求めるのではなくて、例えばいや50平米でいいやってなれば通勤時間30分弱も叶えられたでしょうし、なんなら車なしでいいやだったらもう20分とかもうほんと職場の近くっていうのも全然都心で買うっていうのもこうできたと思うんですけども、どうしてもこの私の優先順位としては部屋の広さが上なので駅距離や通勤時間を諦めると。ただそこに対して資産性を求めるんですね。広い部屋を求めるのに予算がそこまで伸びない、なので駅距離とか都心じゃない近郊郊外にする、なのに資産性を求めちゃうので、駅から遠かったり都心から遠いのに値下がりにくい要素が必要になると、となればもう分かりやすいのが総戸数ですよね。あくまで平均値でありますけど、私がこれまで買ったマンションは総戸数600戸を平均で超えています。基本的には総戸数の多いマンションを選んでいます。もちろん平均値なのでもっともっと戸数少ないものを買ってますけども、平均としてはもう600戸オーバーを買っているっていうところで、スケールメリットのある目立つマンションであれば郊外であろうとリセールバリューは高い傾向にありますので、なので私自身もこれまでの売却価格っていうのは新築時プラス 20% ほどアップでぐらいで売却をしているので、結果として資産性も叶えることができている。その叶えることができている理由の一つが目立つマンション、大規模マンションを買っていますといったところです。なので広い部屋が欲しい、でも予算は抑えたい、じゃあ駅距離と通勤時間諦めましょう、資産性は譲れない、目立つマンションを買いましょうっていうところで、もちろん求めるものはそれぞれ異なってきますので、まあ、最初から100点満点目指すってなれば買いのご予算が必要になってきますし、一般的な検討者様であれば何かしらをこう諦める必要が出てくるんですね。全てを叶えるためには結局予算伸ばすので、ゆとりある支払いを諦めることになりますので、住みたいと思える街なのかっていうのは大前提ですけども、優先順位を決めつつ探していって、それを叶えるために何かを諦めることで良い買い物ができると。ただその諦めてばっかりではダメですと、諦めたことでやっぱ得られることがないとやってられないっていうところで、まあ、先ほどまでの駅距離や通勤時間を諦めたから広い部屋がゆとりある支払いで手にできるっていうのに加えて、例えば私の場合なんですけども、駅から離れるけども路線バスが便利だとか、あと始発で座れるとか、
あとは駅から結構歩いたけど徐々に近づいてくる我が家の外観がめっちゃかっこいい、素敵なエントランスホール、そしてリビングから100万ドルの夜景みたいな、あとはまあ大きな公園や、あと子育てファミリーだったら学校は近いとかもいいですよね。あとはスーパーマーケットが近いとか。で逆に通勤時間の短さなど立地優先で選んだのであれば、リビングからの壁ドン、こう目の前に建物が近いっていうのも逆に気にならないと思うんですよね。気になりにくいと。なんで駅から離れて通勤時間も長いのに部屋帰って壁ドンじゃどうなんだろうっていう話です。いや、あの、私自身も駅地下購入した際は帳簿つまんなくても買いましたので、それは買った後も公開材料にはならないですね。駅距離やっぱ近かったりすると、まあ、多少そういうのも飲めやすいかなっていうところで。なので駅距離だったり通勤時間を諦める方は、家に帰って壁ドンじゃ、なんか休日も壁ドンじゃ気が持たなそうなんで、そういったマンションを選ぶ際は帳簿の抜け感とか付加価値も叶えてあげるといいんじゃないかなと思います。私もそうしております。なので諦めからの諦めっていうのは住んだ後のこう効果につながりやすいと思うんですけど、諦めたら何かを叶えるみたいな、まあまあ何かを叶えるために諦める、だけどその先にまた諦めちゃうんじゃなくて、もう一つ一つをですね分けて考えた方がいいと思います。これは完全に余談ですけど、これだけマンション価格が高騰してると住む場所を決めてから働く場所を決めた方がなんか手っ取り早い感じしてきますよね。もちろんそんなこと容易にできる話ではないんですけども、例えば共働き都心勤務で予算5、6千です、予算内で住みたいと思える街、欲しいと思えるマンションはどこも都心から遠いなんていうこの状況かと思うんですけども、それならいっそのこと住んだ後に家の近くで転職した方がっていう、まあ同じくらい稼げるのかとか、好きな仕事あるかとか、様々な問題ありますけど、まあ容易にできることではないんですけども、まあそんなこと言ってしまいたくなるくらいこうマンション価格が上がっているなというふうには感じますよね。参考になれば幸いでございます。今話した内容ですね、文字起こししまして、スムログの方でも記事化をいたします。そちらこちらの動画の概要欄に URL を貼り付けておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。